ジェームズ・ロバート・キーンジェームズ・ロバート・キーンは、ウォール街で株式な課外業を行っていた、イギリス出身の実業家。19世紀末から20世紀初頭にかけての、アメリカ合衆国の競馬を牽引した、馬主、オーナーブリーダーとしても知られる。キーンは1838年に、イングランドの首都ロンドンで生を受け、14歳の時に、アメリカ合衆国に移住した。青年時代、キーンは、 カリフォルニア州やネバダ州の鉱山採掘業者に的確な投資を行い、これによって巨額の財産を築き上げた。後にサンフランシスコ証券取引所の所長として指名を受けて就任している。1876年、より大きなビジネスチャンスを得るために、キーンはアメリカ経済界の中心地であるニューヨークへと転居した。ここでキーンは競馬に興味を持ち始め、 以後、旧社などに多額の投資を行うようになった。1879年には所有馬の一頭スペンドスリフトがベルモントステークスで優勝。以後のアメリカ競馬市場に残る競争馬を多数所有した。さらに、アメリカ国外にも競争馬を持ち、1881年には息子の名前にちなんで名付けられたフォックスホールという競争馬がフランスのパリ大賞に優勝。 さらにイギリスのアスコット・ゴールド・カップも制覇している。1884年、キーンは穀物の先物取引市場で、それまでにない膨大な損失を作ってしまい、巨額の負債を除くすべてを失う羽目に陥った。しかし、同じくウォール街で投資活動を行っていたウィリアム・ハブ・メイヤーのもとに雇われて復帰を始め、その卓越した市場操作能力を活かして、ジョン・モルンや、 ウィリアム・ロックフェラーらの投資家の協力をこぎつけ、数年後には、証券会に鮮やかな復帰を成し遂げた。1891年には再び競馬への投資を再開している。1890年代の初頭に、ケンタッキー州歴史東のイギリスより40頭以上の繁殖品馬を購入し、また、牧場の経営者として、キーインの義理の兄弟であったフォックスホール。 デンジャーフィールドを雇った。さらに、自身の競争馬を預ける、調教師として、後に、伝道入りを果たす、明白クジェームズ・ゴードンローを雇用している。また、ほどなくして、イギリスでの競馬にも復帰を果たし、息子であるフォックスホール・パーカー・キーンと共に生産した、競争馬を多数出走させた。その中の一頭であった、ヒン馬キャップベルズは1901年の、 オークスステークスで優勝している。1908年にはロンドンスポーツマガジンから今までにないほどの数の競争場を所有する場所として紹介されている。アメリカクラシックの優勝場も多数所有しており、生涯でベルモントステークスの優勝場を6頭プリークネスステークスの優勝場を1等でにした。一方で、当時の鉄道などの輸送機関は輸送力がまだ弱く、 かつ鈍速で高額であったこともあり、馬の体調が悪くなる恐れを考慮して、ケンタッキーダービーには一度も所有馬を出走させていなかった。ただし、ケンタッキーダービーに注目していなかったわけではなく、1879年には、その年のケンタッキーダービーに優勝したロードマーフィーを購入し、これをイギリスで競争させている。また、 あとの1955年より始まったアメリカ競馬名誉の電動博物館による電動馬選考においてキーインの所有馬、生産馬が全部で7頭電動入りを果たしている。競馬界からの信頼も厚く、亡くなる直前までジョッキークラブの副議長も務めていた。キーインは1913年1月3日に死亡し、その亡きはブロンクス地区のウッドローン墓地に埋葬された。 キーンは1863年にサラ・ジェデンジャー・フィールドと結婚し、その間にホックス・ホールとジェシカの一難一女を設けた。サラは夫の没後から3年後の1916年に死去、同じくウッドローン墓地に埋葬された。息子であるホックス・ホール・パーカー・キーンは、ポロ選手として名を馳せ、1900年のパリオリンピックにおいて金メダルを獲得している。 そのフォックスホールが後の1938年に出版したスポーツ回雇録フルティルトの中にキーインについての伝記も綴られている一覧にはキャッスルトンスタッド名義フォックスホールパーカーキーイン名義も含むキーインはキャッスルトンスタッドの競争場によって現在のドミノ系の基礎を作り上げた一方ドミノやコマンドの種付け等数を強く制限したため シュボバの旧姓も、相まって、ドミノラのサンクト数はあまり良いものではなかった。ありがとうございます。